神宮寺勇太の可愛すぎる自撮りにファン大興奮。平野紫耀とのやりとりも話題沸騰。2023年7月11日、元キング&プリンスのメンバーである神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを通じて魅力的な自撮り写真を公開しました。特にファンの間で話題となったのは、ピースサインをしながら芝生に座る神宮寺さんの写真と、ブレブレの全身ショットです。さらに、この自撮り写真を平野紫耀さんが撮影したということで、二人の絡みも大きな注目を浴びました。ファンからは神宮寺さんの可愛らしい表情や、目がワンちゃん、と形容される瞳についてのコメントが寄せられ、神宮寺さんと平野さんのやりとりも称賛されました。本記事では、この騒動の背景や写真に寄せられた反応について詳しく紹介します。神宮寺勇太さんは、その明るいパーソナリティと魅力的な外見で知られており、元キング&プリンスのメンバーとして多くのファンを魅了してきました。彼は7月11日、自身のインスタグラムを通じて新たな自撮り写真を公開しました。1枚目の写真では、彼は芝生の上で座りながらピースサインをしています。この写真は神宮寺さんの大人びた雰囲気と同時に彼の無邪気な魅力も浮かび上がっています。さらに2枚目の写真は平野紫耀さんが撮影したものでブレブレの全身ショットとなっています。神宮寺さんはこの写真についてなんかモザイクみたいとコメントしており、平野さんはごめんめちゃくちゃボケてたでしょう。と返信しました。このやりとりはファンの間で大いに話題となりました。神宮寺さんの自撮り写真に対する反応は非常に熱狂的でした。ファンからは目がワンちゃんじゃん。カーツ、お目目がキュルじゃないか。どうやったらそんなお目目になるの？といったコメントが寄せられました。神宮寺さんの魅力的な瞳についての称賛が相次ぎ、彼のファンたちはその魅力にとりわけ惹かれたようです。また、あざと神宮寺か？このアングルはわかってますだから、その表情の神君に癒やされた、といったコメントもありました。さらに、平野紫耀さんと神宮寺さんのやりとりにも多くの注目が集まりました。神宮寺さんと平野さんのコメント欄では、二人が楽しそうにやりとりをしている姿が見られました。コメ欄で神宮寺くんと平野くんが話してる。すごい、紫耀くんと神くんのやりとり見れて幸せから、二人の絡み本当好きだなぁ、といった声が上がり、ファンたちは彼らの友情や仲の良さを喜んでいました。神宮寺勇太さんが自身のインスタグラムを通じて公開した自撮り写真が話題となりました。特に、彼の明るく無邪気な表情や、目がワンちゃん。と形容される瞳にファンたちは大興奮しました。平野紫耀さんが撮影したブレブレの全身ショットも注目を浴び、二人の絡みについても称賛が集まりました。神宮寺さんの魅力的な自撮り写真は、彼のファンたちにとっては心を癒すものであり、彼の無邪気な魅力が存分に伝わってきました。また、平野さんとのやりとりも多くの人々の注目を集め、二人の友情や仲の良さを感じることができました。これからも神宮寺勇太さんの魅力的な写真や、彼と平野紫耀さんの絡みを楽しみにしているファンが多いことでしょう。彼の明るいパーソナリティと魅力的な表情が、今後も多くの人々に幸せや癒しを与えてくれることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。